続いては第4試合です。ここまでフライ級の戦い続きましたが、この後はディープバンタム級5分2ラウンドの第4試合、コロ対橋本優太の一戦です。黄色いトランクスがコロ、白と黒のトランクスが橋本優太、この2人の戦いです。ラウンド5分2ラウンド、第1ラウンドが始まりました。フットワーク軽快に橋本優太、距離を測っていきます。コロ選手はオールラウンダーなんで、まあ、はい、結構何でもできるんで、橋本選手はあれですよね、寝技が得意というか、そういう感じの選手なんで、まあ、はい、寝かせたいなってところありますね。実力者コロ対橋本優太という一戦ですね。蹴り足を掴んで蹴り返していく橋本です。ローキックを見せている橋本優太、蹴り返すコロ、お互いすごいローキックいい感じで、まあ、打っ てるんで、はい、まあ、もう少しパンチも打ってたらいいかなって感じします。このバンタム級という階級で鶴谷選手が楽しみに、あるいは注目する、どういうふうな戦いを期待したいですか？あ、まあそうですね、まあ、バンダ、まあ、フライ級の1個上ということで、まあ、1個上なんで、まあ、そうですね、まあ、いずれかももしかしたら上げるかもしれないんで、わかんないですけど、はい、まあ、そういう時の、まあ、そういう時のもう考えてちょっと見たいかなというところあります。さあ崩していって橋本優太が上になる。下でもがいている頃です。腰のあたりに足を置いて、さあ下から、しかし三角入ったか、はい、あ、まあどうですか、下からの攻めを見せようというのはコロですが、どうか。ちょっとまあここから見えづらいですけど、まあ、形にも入ってるんで、さあ、そうですね、まあ、橋本選手はちょっと上向いて逃げたいですね、はい、下向いてると決まっちゃうので、下からの攻めを見せるコロ、去年8月大会では庄司と激闘を見せました頃です。今年は2月に100回大会東周平に勝利、101回大会石塚浩一わずかに及ばず、そこからの再起戦となります。体勢どうですかね？そうですね、まあ、まだちょ、もうちょっと決まりが浅いので、はい、まあ、しっかりここで橋本選手は1回抜きたいですね、殴るよりかは。あ、なるほど、はい。さあ立ち上がって逃れようという橋本なんですが、コロがここはしつこく攻めていく。あ、でも結構どんどん入ってきちゃってる気しますね。体勢がいい形になっていく。あ、当たった。1ラウンドで転がしながら仕留めていきました。だから鮮やかな戦いというところでしたね。はい、橋本選手はまあちょっとパウンドじゃなくて、まあもう少し逃げに徹した方が良かったかなと自分的には思ったんですけど、はいはい、逆にその動きが苦しい方に行ってしまったというところ。そうですね、はい、時間かかってゆっくり入っていたんで、はい、形に、まあ、その橋本も一旦はそのコロをこう倒していったというところはあったんですけど、コロは、はい、いや冷静ですね、はい、すごい冷静な戦いでしたね、はい、先ほど鶴谷選手のからも話しあった通り、こういろいろこうできるというのは本当にいろんな局面でそれが生きるんですね。はい、そうですね。さあ前回の101回大会での敗戦からの再起戦、鮮やかに1ラウンドで仕留め切りましたのはコロ。もともとね、この実力者であり、はい、さらに上のステージを期待されていたファイターでもありますからね、はい、ここからさらにタイトル戦線、ベルト戦線というところにも注目が集まります。セコンドでついていた横田さんの嬉しそうな表情もカメラに映ってましたね、はいはい、橋本優太を1ラウンドで仕留め切りました。このマイクがあるようです。こんなコロナの状況ですが、
こうやってたくさん応援来てくださってありがとうございます。またペーパービューで見てくれる方もありがとうございます。前回負けてでまた修正して頑張ってきたんですけど、次はもっと出せるように頑張ります。よろしくお願いします。見事一本勝利を収めました。この選手に盛大なアクション、このマイクを聞いていただきました。また再び勝利を重ねていく、そんな決意のマイクを聞きいただきました。第4試合はコロが橋本優太を一本勝利で下しています。